皆さんこんにちは。今回は機動戦士ガンダム水星の魔女第9話に対するネット民たちの反応をお送りします。それではどうぞ。グエルが来ると思ったら来なかった。グエル参戦なかったか、ちょっと寂しいな。あと一歩踏み出せなかった。今週面白すぎだろ。無双と思わせといて父に見せ場やってくれたのはナイスだったよ。でもグエル参戦かと思ったら退学の危機に。ラウダはもうダメだな。セセリアが低レベルは手遅れすぎる。ラウダこれ今後絶対やべえムーブするわ。覚醒エアリアルが強すぎる。あれはプロスペラが泣いてることからもエリーが目覚めた感じか。やっぱエアリアルの中身はエリクトか。あそこでプロスペラ泣くしな。結局エアリアルなんだよな。シチュにも見せ場あったぜ。しかしニカネイは連絡係、つまりスパイ。戦ってる時のスレッタが怖すぎたのはわざとか。気持ち悪いに共感してしまった。今回みんなとの会話丸聞こえだったからね。ミオミオすらドン引きしてた。エアリアルの中に何人いるんだよ。やはりライフルはドンキだな。からの寄せ集め狙撃いいぞ。シチュで仕留めるとは予想外だった。ミオリネ本当に操縦以外は万能だな。追い込まれてからの逆転劇熱かった。最後はシチュ機のスナイプテノが最高すぎる。面白かったな。シャディクハーレムのメンツも魅力的やわ。キープ12号ってなんだよ。キープくん12号とかいうパワーワード。キープくんなのに恥とか気にしてるの優しい。わ、た、し、の、が大事なのかもしれんが。リリッケが乗るとは予想外やったわ。前回の異性問題の占いはリリッケのことだったんだな。ああ、それか。ちゃんと伏線になってるんだな。今回一番株が上がったのはテルかな。ほんとできる男だな。エアリアルくんボロボロやんけ。今回は本当に面白かった。グエルくん頑張れ。プロスペラ泣いてた理由が気になるな。あれはエリーが表に出てきたからやろ多分。アンチドートのあだを打てたからかも。普通にパパの敵討ちできたからやろうけどね。スレッタ、花婿なら花嫁を信じます。ついにスレッタから花婿発言した。何回か書いてるけど、これ一番やべえのはスレッタだろ。水星の魔女って題名、抽象的なものじゃなくてスレッタそのものだわ。ミオミオもまんざらじゃなかったか。ミオリネ、今さらよ、お前はマビクトマトだ。誰よりもミオリネのことを考えてたのに信用すらされないって切ないねー。ミオリネもまんざらではなかったのが意外だったわ。シャディクは最初から正直になってればいけたかもな。ミオリネもシャディクの思いに気づいてたんだな。そりゃそうか、シャディクよ。ヘタレはあかんのよ。グエルはこれで父親と決別するのかな。スレッタと話してる時に街灯がつくの情緒的だった。グエルパパに退学手続きされちゃったらどうしようもないけど、グエルくんどうするんだろう。これは決闘ではどうしようもないし。ガンダムに就職してそこで給料もらって学園にいるしかない。来週からグエル新入社員編だな。弟がヤバそうじゃね。マジギレしそうだな。